6月24日、松山市山越町の男女共同参画センターで、いけばな池の坊巡回講座が行われました。今回の巡回講座は、今を生けるをテーマに、池の坊中央研修学院研究員、古川浩二さんを講師に招き、デモンストレーションが行われました。取り合わせとして、一輪にいて数輪に及ぶ道理なれば、数少なきは心深し、省略したりするわけです。自由化のデモンストレーションでは、荒川氏が持つ麺の魅力と線の魅力、それぞれの引き出し方や、ワイングラスと風船を使い、古川さんの地元、佐賀県で行われる煮付き球大会をイメージした斬新な生け花などを披露しました。会場に集まった華道教室の先生や生徒など、およそ200人は、講師の巧みな技を熱心に学んでいました。これ池花、まあ、池の坊、我々池の坊は長い歴史があるんですけども、その555年を超える歴史がある中で、今現在どういうふうなお花が暮らしの中で可能性があるか、どういうふうに入れたら いけたら綺麗になるか、そういうことを、まあ、作品を通したり、または、まあ、講義を通して、お伝えできればいいなと思っております。お日頃の稽古に、一回一回の先生の教室に行くのが楽しくなるような、楽しみになるような、そういう思いを伝えることができればいいなと思い、また午後も務めさせていただこうかなと思っております。歴史を守りつつ、時代に合わせた変化を持ち続けている生け花池の坊。参加者は作品の優しさ、力強さに見とれていました。